駒澤大学からドラフト3位で入ってまいりました。セカンド難しいところ反転してセカンド集中アウト、中野のファインプレーが出ました。ツーアウトランナーありません。いやいやいや、ね、立ち上がりからうまいプレーが出てますね、はい、抜けたかな思いましたけどもね、はい、そうですね、はい、ただまあ言えばすごいいい当たりか言うとそうではなかったですね、はいはい、最終的にはちょっと、スピード感なくなったので、はい、まあ、中野追いつけたんですけどもいいプレーでしたね、まあ、得意のツーシームを低めにというところでゴロを打たせました、はい、この辺はもう青柳の真骨頂ということですね、そうですね、あのボール